ガソリンの爆発台湾の高尾市で2014年7月31日に発生したガス爆発の結果爆発とは圧力の急激な発生もしくは解放の結果熱、光爆発とは圧力が急激に発生したり圧力が急激に解放される結果熱、光、音などが発生する現象でありしばしば破壊的な影響を及ぼす爆発は 急激な化学反応、容器の破壊、核反応などによって起きる。東方大学理学部は燃焼による爆発が閉鎖された狭い室内空間で起こった場合の影響について以下のように説明している。火炎が電波燃焼によって引き起こされる温度上昇によって室内の機体の体積は一気に膨張しようとする閉鎖空間の圧力は 急激に高まる圧力に耐えきれなくなった弱い部分、例えば扉や窓ガラスが割れ、そこから一気に高圧の気体が噴出する。これらがわずかな時間で起こり、大きな被害をもたらす。石油エネルギー技術センターは、爆発の種類を物理的な爆発と化学的な爆発とに分けている。高圧ガスが低圧の容器に流入した場合や、はじめに容器に亀裂があり、 容器内に充満したガスや液体の熱膨張による場合など、高圧ガス容器の破裂や蒸気爆発などの物理現象を指す、容器内で発熱的な化学反応が起こる場合や、急激な相変化によって急熱的な反応が起こる場合など、例えば可燃性物質の燃焼、不安定物質の分解などの化学反応で発熱を伴って急速に起こる場合には、 反応熱の蓄積によって温度が急上昇して爆発を起こす。ガス爆発、粉塵爆発、蒸気雲爆発などを指す。専門家は燃焼による爆発をさらに次の二つに区別することがある。爆薬が爆合現象を起こすと化学反応が超音速で未反応部分へ伝播していく。この爆とどろ波は爆薬を急速に高圧、高温のガスへと変化させる。 内部から発生した爆と泥ろき波が爆薬の表面に達するとガスの急激な膨張を生じ周囲の空気や構造物に強大な衝撃波を超音速で伝達し空気中においては爆風となる。もともとは1866年にアルフレッド・ノーベルによって爆発を制御するダイナマイトの発明により土木工事や鉱山開発などに活用され間もなく 戦争における兵器として使用された。爆発は化学現象である一方で物理現象でもあり複雑に絡み合っているとされる。外務省海外安全ホームページによると1万1テロリズムなどによる爆発にあった際には以下の行動によりリスク回避、低減をすることが推奨されている。爆発は比喩的に抑えていた感情などが一気に噴き出すことを指すことがある。 彼は3ヶ月間忍耐強く我慢していたが、ついに爆発した。のように使う。日本の芸術家の岡本太郎は、芸術は爆発だ。と、しばしば表現した。また、スポーツなどの分野においては、秘められていた才能が開花し、活躍することを爆発すると言ったりする。この時には、活躍する、大活躍するよりも強い意味を持つ場合が多い。また、 爆発という言葉は、急激な物事の例えとして、幅広く使われている。人気が爆発する、人口が爆発するなど、数学では、指数や会場などを扱った関数などで、急激に数が増えることを、数の爆発と表現することがある。また、微分方程式において、独立変数 t を時刻としたときに、有限時間内で解が発散することを、解の爆発という、 大数期科学においては、特異点を解消する、ある手続きが爆発と呼ばれる。ABC 工事園第6版、爆発、燃焼科学バーチャルラボラトリー AB、爆発について、一般財団法人石油エネルギー技術センター、2019年8月1日閲覧、安全衛生キーワード爆発、職場の安全サイト、厚生労働省、 2019年8月1日閲覧。爆発鑑定法科学鑑定研究所。中国で工場が爆発22人死亡。2019年9月29日閲覧。中国、チャンス症の科学工場爆発。死者47人に90人重傷。2019年9月29日閲覧。中国の科学工場でまた爆発15人死亡。 2019年9月29日閲覧。ロシア軍施設で爆発事故。原子力推進巡航ミサイルの可能性。2019年9月29日閲覧。韓国、ウルソンの港でタンカーが爆発。炎上18人負傷。2019年9月29日閲覧。日本放送協会。 福島氷山飲食店の建物で爆発現場監督の男性死亡18人件が。NHK ニュース2020年7月30日閲覧インドにおけるテロに関する注意喚起在コルカタ日本国総領事館2019年8月1日閲覧高橋陽一郎微分方程式入門東京都文京区東京大学出版会 1988年12月15日、ISBN4 から13から062104から1、京都大学数理解析研究所、平成23年度、数学入門公開講座テキスト特異展解消、入門爆発物があることを示す表示、ありがとうございます。